道森は農学作品の一つである。作者は室町時代の闇。高達物で修羅農と呼ばれる二番目もの,の農である。阿波の鳴門でここで亡くなった平家一門の霊を舞を弔う僧がいた。重僧と一緒に今夜も度胸していると静かな白波の中に火事の音が聞こえてくる。一方船の上では年を取った両沖縄の夫婦が 希望も何もない悲嘆に暮れた会話をしながら、やぐらをこぎ漁をしている。そこに、度胸の声が聞こえてきたため、船を漕ぐのをやめて聞き入っていた。そうは、その老漁を夫婦を磯に招き、漁の足尾を頼りに、さらに郷を開いて読書をした。そしてここの海で亡くなった、平家一門のことを、漁沖に尋ねた。それに応えて、女が詳細省の壺根の話を始めた。 詳細将は、妻の裏で敵に襲われ、遠く泡の鳴門まで追われてしまい、乳母に、道盛も撃たれて頼むべき人もいないのでここで、受水するといい、乳母は泣きながら詳細将に取りすがるが、詳細将はそれを振り切って、海に飛び行ったのですと言いつつ、女も、両沖名も海の底に消えてしまった。そうは、この教えを聞くもので、成仏できない者はいないと言われる。 ほっ行の方便品を唱え始めた。すると土胸に導かれて、武士の姿をした、越前の三位道盛と、美しい姿の詳細章が、波の上に現れた。そして、道盛は、悲惨な一の谷での合戦のこと、悲しい詳細章との別れのことを語り始めた。最後は、せめて名のある武士に出会って、討ち死にせんと思い、 木村言語重傷と差し違えて、修羅道の句を受けることになったと語り、哀れと思いとむらってくださいと願うのであった。そして、読書の声を聞くときは、悪気も心を和らげ、菩薩は、ニンニク慈悲の姿で来合し、私たちも、成仏独奪の身となることができるのですと感謝するので、あった。猿楽談義で、道森の作者であると明記されたイアミは、将軍。 足利義満の周辺で活動していた役者であったという説があるが、詳細は不明である。猿楽談義に、道森、言葉大きを切り除け切り除けして脳になすとあるため、道森は世阿弥による改定版であると言われている。世阿弥は本曲をすぐなるノートを評価していることからも、主に削除を中心に改作したのではないかとする説が有力である。道森は、 平家物語を転居にしているが、ゼアミ作の他の修羅能の,の作品と違って、平家物語の内容と異なる部分がいくつか見られる。平家物語では一の谷で命を落とした道りを、詳細章と共に、ナルトに登場させているのもその一つだが、これは、夫婦の絆を主題に据えたかったため、とする見方もある。巨民の超主題や構成が明確なのを、ABC 梅原武史、 関関よかず、脳を読む、一応と関がみかどかは学芸出版2013年ピアニッシュも272から283。ありがとうございます。